と、あら、扇風機が、見えないように撮影しています。時々言われることが、最近は言われん、昔は大阪時代っていうのはまだ30歳ぐらいまではよく言われたのに、なんと小さい時そんなひどい目に遭っててと。は？ひどい目に遭ったことあるでしょうって。ああ、あるよ、あるけど、あんたみたいにさ、小さい時にひどい目に遭ってんやからと。ああって。んだら、同じこと、この後あるかもしれんよって。それ楽しみにしといたらって。なんでその楽しみにしたのかなと。ひどい目に遭いたくないんでしょ。実際大きいもないやんって。だから分からんかなって。その、じゃあ、今から小さくなったらって。いや、小さくなられへんけど、小さなったらそんなひどい目に遭いたくないわ。小さい時にひどい目に遭いたかったんでしょ。いや、違うね。その、もう、ひどい目に、もうひどい目は小さい時に会うて、もそれ済ましときたかったん。だから今はもうそのひどい目に遭わずに、そのひどい目はもう小さい時に会ったわって。もう小さくないって、その、もう済ました後で言いたかったって、ひどい目に遭うのって。そこまで正確に言うたら、でも言うても、こけってなるっちゅうか、むしろそのおばはんのこと、知恵者って言ってた。高めるやろうけどな。そやけど、その、結局、じゃあその、死んだ後、天国でその、のまたその、女の子とおばはんが、女の子がそのストリートミュージシャンやってんけどな。路上で歌っとって。で、結局、何を思ってひどい目って言ってるのか知らんけど、そのおばはんは、そのストリートミュージシャンの女の子は、ああ、かわいそうって。かわいそうな目に遭ったから、路上で歌ってるんやわーって、って思ったやろな。そういうふうな価値観の世代だからな。その価値観が普通正しいけどな、実は。今のこの、その上流階級が芸能やる時代のがちょっと変やし、やばいね、実は危ないね。国家存亡の危機の上流階級が芸能人やると必ず来る。うん、それで、それは楽やもん、その上流階級の生き方から見たら芸能人とかめっちゃ楽やもんです、実は。それは上流階級ダメにすんねんな。上流階級がダメになったら国壊れんねん。当たり前やろ。で、天国で、またその女の子とおばはんがいました。今度またおばあがその、うわ、ええー、なぁ、若くして死んで、その、ストリートミュージシャンの中死んでもうてんだ、どうやら。あんなに若いうちに死んだら、なんかシワもないし、いつまでも綺麗やな、目もパッチリしてるし、って。おばあも、年取ったから死んだから、シワだらけやろ、って。天国でな、死んだ時の状態、としたら。いろんな説はあんねんね。うん。天国では、若いというの説もあるし、自分が一番イメージが強い時の年齢。だから何歳の時が一番気になってるわっていう年齢になっちゃうと。ただ、その気になってるのを済んだら、次の気になった年齢の顔になるからな。だから、年取ったらなるべく気にせんこっちゃなって。だから天国で、老けてるから。それはそれとして、まあやる子の話。仏教となら焦ってならずやけどね。だんだん思い出すやろし。死んだ後のことな、生まれる前のことな。それはええとして、そのおばあも、じゃあ、そうなのか。じゃあ、また生まれたらええやん。次、早死んだろって。あ、せやな、そうするわって。ほんで、その後死んだ後は、天国であんたみたいに若くて綺麗なままやな。おばあもが若い頃綺麗やってんで。で、生まれました。で、その、生まれたんやけど、その、早死んでんだ。ほんで、もうみんな集まって、うわ、気の毒に、こんな若くして死ぬなんて、で、おわ、めっちゃ喜んで、やったやった。若くして死んだ、って。で、その天国行ったら、その、結局、その、なんちゅうの、全然その、未練がないわけでしょ、その死にざまに。だからその顔にならへんねん。ま
だ、元のバカやねん。あれとか言って、若くして死んだのになんで、ツルツルワードじゃないのって。で、じゃあ、とか言って、思い出せないんじゃないとか言って、そんなに楽しかったらって。あんたはなんでそれって。あ、殺され方がひどかったからかなぁ、とか言って、あ、ほんま血出てんだしたから、とか言って。あかんやろ、これ怖いやろ、こだし。そんな、羨ましないわ、とか言っても、若くしてそんなひどい目やって死ぬの嫌やわ、とか言って。それやったのもこんなしわくちゃ生まれて天国におるわとか言ってそうだ、また生まれた、生まれないの、生まれたくならないのって聞かれたら、いや生まれたらまたしわくちゃになるでしょとかね早死んでもそのだから若くしてその嫌な目にあってそれでその後は長生きしたらあんたみたいに若い顔なんかって、うん多分そうとかねどっちを選ぶかなーって、その若くして死ぬのか、年取って死ぬのかって。天国とほんま気楽やなって。それよりもその顔はダメなんでしょって、その年取った顔。なんとダメなくないやんかと。ほんなら、結局ね、その、ね、若くして、その、死にたいっていうのもその結局相対性になるやんか。天国行ったら若くして死んだら可愛いし若いままやし、でも若い時の若い味噌で死ぬのは不幸なんでしょ、かわいそうって。で結局羨ましいっていう感情は結局その若くして嫌な目に遭いたいってっていう、その瞬間は嫌なわけでしょ。でもその経験をすでにしてたら、年取ったらめっちゃ有利やねんなって思うんでしょ。でも、年取ってたらその、しわくちゃになるんでしょ。で、死んだら天国でずーっとしわくちゃババアなんでしょ。だから嫌やからその、次生まれたらその、若い美空で死にたいわって。でもその瞬間が嫌なんでしょ。そんなひどく会いたくないわ、その若いのにって。で、その、終われへんやろ。じゃあ誰がその嫌な目に遭うの、若い瞬間で言うて。そこ変わってもらったのしゃあないじゃんか、天国行ったら。まあ変わってもらったやつめっちゃ美人やんかって。しかも、あれ、うちの若い頃の顔やんか、泥棒とかで。な。もう女の迷いってきりないやろって笑うなよ。男に似たような思えないから最近。もっとひどいやろ、男が似たような迷い持ったら。もう、救いがたいやろ。救いようないし、もう、ゾッとする。怖いやろ、むしろ。女がこんな迷い持ってたもんね、可愛いし、気持ち悪いって言ってたけど。男がこんな迷い持ってたら怖いやろ、なんか。心配するやろ、ほんで。めめしいっていうのヘイトスピーチになってしまったけど、これめめしいって使うのしゃあないのかなと思ってた。女の真似した男のことめめしいっていうのかな。うちめめしくないやろ、シャミちゃん。ね、それはええとして、その結局そのさ、なんていうかな、さっきまでその羨ましいわって言ってたのにな、その急に羨ましくなくなんねん。そのあ、なん、どんなネタやったかな。あ、よくあるネタやね、これ、下町でな。ひょっとしたら漫才師とか落語家とかもネタに入れてるかもしれんな。つかみとか、あと、なんちゃったっけね、落語の場合の、本編の前にちょっと言う話。で、使ってるかもしれんな。この系統の話はな。で、また思い出しとくからね。